ソムリエ TV をご覧の皆さん、こんにちは。ソムリエの哲也と、スーパーソムリエの小野塚と、はい。あ、ソムリエの佐々木と申しますが、はい、アピロテラスワインスクールの講師をしてございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。硬いですか、大丈夫ですか。いや、全然全然。はい、なんだろう、口調の割には、こう、はい、だいぶラフな格好してないです。まあ、今日は、あえてと言いますか、はい。ありがとうございます。こういうラフな佐々木さんもいるという。はい、いやすみません、ありがとう、佐々木さん。どうも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 3月号第1週でございますね。3月号に関してはアメリカワインを皆さんにご提供してしっかり系、そうですね、そのまあナパ系が多いその中でもちょっとコスパのいいものをご紹介させていただきまして、計4本でございます。はい、ホテイワインさんと一緒にやっていきますので、あ、お世話になります。よろしくお願いいたします。ではじゃあ第1週お願いいたします。はい、はい、じゃあじゃあ、はい、何ですか。ラインビオニエですね。はい、ノースコースビオニエでございます。ヴィンテージ2020年、はい、ヴィンテージ2022年ですね。2200円ですね。おい、ちょうどいい、ちょうどいい感じでございますね。うんうん、美味しいかな。早速じゃあやってみましょうか。スクリーンキャップでいいですね。いいね、うん、いい感じです。はい、行きましょう。じゃあどんなところで作ってるかちょっと見るのと、あとまずクラインの説明を見てみましょう。クライン、ジンファンデル&マイナー品種の小木を守り続けるファミリーワイナリーですね。フレッド・クラインの祖父は有名なジャグジーブローを発明したバレリアーノ・ジャグジーであります。ジャグジーです。そうなんですね。はい、これね、確かね、前読んで、うっそうと思ったんだよね。ジャグジーありそう。祖父は、また、コントラコスタの地に広大なブドウ畑を残した。1980年代、他の多くの人々が古い木を引き抜き、カベルネやシャルドネに、地道を上げる、中、祖父が残したコントラコスタの古樹っていうのかな、まあ、古い茎ですね。古着、ジンファンデルや食欲をそするローの品種など、伝統的品種にフォーカスしたワイン作りを続ける。地下5から6メートルまで地を伸ばしたオークレーのブドウ木に、灌漑は不要である。わあ。また、クラインはその向こう外、カーネロスにも素晴らしい畑を持つ。カベルネやシャルドネだけではない、イニシエのカリフォルニアの魅力あふれるワイナリー、ナチュラルファーミングを積極的に取り入れ、100%太陽電池で運営されている環境保全型ワイナリーとしても広くしよう。おー。サスティナブル。最近の流行り SDGs でございますね。なるほど、なるほど。じゃあ、早速飲んでみましょうか。はい。いただきます。いただきます。はい。なんか、いっぱいマークついてますね。確かに。本当に確かに。ビーガンでもあるんだね。グルテンフリー。ソラーパワー。あ、グルテンフリーでも書いてある、確かに。あ、うまいね。マスカットみたいな感じがする。やっぱりこの綺麗なピュアなイメージ、こう冷涼感のあるやっぱりこのクラインのビオニエ、なんかさ、アメリカってなるとさ、ドコンドキンボワーンってくるようなタルカンとかってありそうなのが、非常にソフトなイメージで、あとこのキリッとした感じもあって、非常に15度ってあるんですか。15度もあるんですか。しっかりしてるみたいな、かなりまあエレガントに、まあ結構濃くなってリッチですけどね、結構15は感じないですよね。せめて14とか 13.5 とか、そんな感じなんですね。ノーオーク、さーて、気難しいブドウながら、さっきの栽培法の進化により品質が向上し人気が高まっている。桃のような果実味にあふれ、キレのある素晴らしい味わいに仕上がっていると。確かにピーチ感ありますね。ピーチあるね。美味しいですね。まあ、ビオニエってやっぱそのなんか栽培的適地がかなりこう限られてるじゃないですか。でやっぱりそのローヌにかなうものはないと思うんですけども、まあ、そのローヌに匹敵する産地って言われたらやっぱカリフォルニアですね。間違いないですね。で2200円でこのこう芯の通ったっていうか、かなりコクのあるキャラクターを作れるっていうのは、まあ、世界探してもほぼないと思うんですよね。だからそういう意味ではこのクラインの、まあ、コントラコストすごくいいなと思うんですね。これも樹齢が多分高いんですかね。多分そうじゃないですかね。はい、これね、はい、ね、書いてないんだよね、これに関しては。うん、本当に。なんか持ち上げ方が上手だよね、ワイナリーの。いやいやいや、なるほど、なるほど。ちょっと勉強になるみたいな。
ロール品種ってその日本でかなり手こずってるじゃないですか、はい、そのーロールのワイン自体が売れて、あの世界的にはすごく売れてるけども、うん、日本ではすごい売れてなくて、うん、でそれでそれのアメリカバージョンなので、うん、本当に日本で売るのって相当大変だと思うんですけども、実際まあテイスティングしていただければ品質がかなり高いのは分かるので、うん、まあ、この定期便にこう組み込んで、うん、皆さんに届けていただいて飲んでいただいて気づいていただくっていうのは、うん、まあ、かなり有意義かなとは思うんですよね。おい、ありがとうございます。いやいやいや本当に皆さん飲んでください。美味しいですよ。美味しいですね。美味しいです。僕ちなみにワシントンとかオレゴンとかあっち系のビオニエも好きなんですけどね。うん、あビオニエ好きとしては、ビオニエ好きとしてはいろいろと皆さんに飲んでほしいなっていう。じゃあどんなところで作ってるかね、見てみましょう。はい。ビュンビュンとビュンビュンと、はい、もうこれサンフランシスコですね。で、湾があって、ソノマです。そうです。ナッパの隣、ここがソノマですね。ソノマにあります。なんかよくわかんないよね、この土地。何があるんだろうと思っちゃう。ソノマ川のすぐ近く。ここだ。クラインセラーズ。結構大きいですね。ありまんね、ありまんね。よ。じゃあ、おっ、よーっと、こんな感じ。まあ、大きな町だから、ちゃんと 3D 出てるね。もうすごい。うん、すごいですね。結構でかい。うわ、太陽光パネル。本当にこれは目立ちますね。すごいね。すべて太陽光でやってるという。うん、素晴らしい。で、クラインセラーズの隣にカリフォルニアミッションミュージアムっていうのがあるっていうのはね、うん、どういうこっちゃってね。でエントランスここなんで。で、ちょっと。あそこで入っていくんですね。すごい。これ見てみましょう。はい。雪。はい、来ました。クラインセラーズ遊園地みたいなね。なるほど、いいじゃないの、いいじゃないの。はい、こんな感じの場所で作っているとのことでございます。大きいですね。大きいですね、なかなか。なんか行きたいね。まだ行けてないんだよね。そうですね。はい、ということでですね、ソムリンポイントつけさせていただきたいと思います。はい、佐々木ポイントね、SP を10点満点で、あ、10点満点で、あ、了解しました。はい、OK です。はい、はい、基準があんまり分かってないんで大丈夫ですか。はい、どうぞどうぞ。はい、大丈夫です。はい、じゃあ佐々木ポイントからお願いします。7.5 でお願いします。はい、7.5 で、はい、これが今佐々木さんの基準のポイントになります。そうですね、まあ、かなり高いつもりでつきましたね、うん、はい、素晴らしいですね、はい、トムリンポイント、せーの、3.1 でいきましょう。10点満点の？だいぶ厳しいよね。あ、ちょっとやり直してもらっていいですか？いや、ちょっと待って。あれですよ。あの、ソムリンポイントは、あの、はい、点数が低いって言われるんですけど、はい、まあ、某、なんか、グルメサイトでも、ほぼ3点からしかなかったりとかするじゃないですか。うん、ああ、はい。いらなくねっていうふうに思うところがあって。はい、はい。なんで、美味しくないものがたくさんあるいはするんですけど、そこら辺は大体1点ぐらいなんですよ。ああ、そう、すごいですね、はい。大体美味しいのはね、うん、2000円で3点超えてくると非常に優秀というふうな、味の絶対評価です。って感じでございます。うん、いや、なかなか良いワインでございますね。7.5 です。美味しいでください。ありがとうございます。ポイント7.5って結構高いんですね。はい、いいじゃないですか。はい、いや、この後にどんな、ね、はい、ワインにね、こう点数をつけるか非常に楽しみでございます。はい、ということでですね、今回は、クラインのビオニエノースコーストでございました、はい。僕たちがね、どんな風にマリアージュをさせるのか、まあ、この後の動画ございますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、ではまた次回お会いしましょう。